そしていよいよ始まった林間合宿。情報管理を徹底した上で万全の体制で林間合宿に臨んだのだった。そこで僕は泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時、先生を含め僕らは誰一人気づいていなかったんだ。これから起こる雄英高校史上最大の脅威に。光太君、どこ行っちゃったんだ？この秘密基地のどこかだとは思うんだけど。なんでヴィランがいるんだ、光太君！ヴィランが現れた。万全を期したはずなのに、助けなきゃ光太君を。レッツストーリー。ヴィランたちが僕らを襲ってきたその時、光太君は秘密基地にいた。そこで彼が会ったのは偶然にも両親を殺した男マスキュラー。指名手配の写真や片目が義眼になっていることで光太君もそれに気づいていた。僕は襲いかかるマスキュラーから間一髪で光太君を助けることに成功した。だけどこの秘密基地は僕しか知らない以上応援も来ない。でもお前は知ってるぞ、雄英のガキだな。大丈夫だよ光太君、やるしかないんだ。今僕一人で必ず助けるから。レディークラッシュ。そしてここで行く。ミドリアってやったろお前。ちょうどいい、お前は率先して殺したてってことした。ゆっくり痛むってやったら血を見せろ。届け。な、いけねえ。そうそう、知ってたら教えてくれ。爆豪ってガキはどこに。一応仕事はしなくちゃよ。勝った。敵は勝った。なんで直接。答えは知らないっていいか。いいな、よし、じゃあ遊ぼう。届け！じらすなよ。僕にできることを。持てる力のすべてを。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。ありったけを 100% オールマイトの力をぶつけた。レッツストーリー。全然効かねえぞ。それが個性か。力が足りてねえな。嘘だ、嘘だろ。 100% だぞ。オールマイトの力だぞ。けどまあお前は強いよ。この俺の左目を義眼にしたあの二人とは違ってな。パパ、ママもそんな風に殺したのか。来いよミドリア。さっきまでのは遊びだ。こっからは本気だ。
本気で取りに行くよ。うずく、うずくぞ。レディークラッシュ。速攻で行く。直接、僕の番だ。行け、直接。なんてね、なんてね、なんてね、不意打ちだ。なんてね、今ここで戦って勝つしか道はないんだ。緑へ行く。助けるんだ。お前の原点を思い出せ。敵は行け。戦う。それはしまいだ。行け。戦う。僕にできることを。持てる力のすべてを。スマッシュ！来た。ウィーン！僕が君のヒーローだ！ヒーローは命を落としてきれいごと実践するお仕事だ。殺させてたまるか。ほーれ100万%出会うよ。デトロイト。なんで何も知らないくせに、なんでそこまで僕のヒーロー。喜べリスナー。ありったけを、ありったけを。